どうも皆さん、こんにちワンダーワンド、リリースしてツードロー、リュウです。さあ本日もデュエルリンクスラジオやっていきたいと思います。本日のテーマはこちら、デュエルリンクスに実装して欲しくないカードランキングトップ3、過去魔法カード編でございます。数あるね遊戯王カードの中から、私が個人的にですね実装して欲しくないカードランキングトップ3を発表していきたいと、思います。企画自体はね、あの視聴者さんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。それではね早速ね発表していきましょう。実装して欲しくないカードランキング第3位、リミッター解除。リミッター解除、圧倒的納金カードでございます。機械族モンスターの攻撃力を、ターン終了時まで倍にするっていう、もうあまりにも脳死ゴリラカードですね。ちなみに倍にするのは1体だけじゃなくて、自分のフィールドの全ての機械族モンスターの打点を2倍にするんですよ。でちなみにこの効果が適用されたモンスターが全てエンドフェーズに破壊されてしまうよっていうデメリット効果はあるんですけどね。ただ正直機械族モンスターって、まあ、そもそもリミ解しなくても異常に殺意が高いモンスターだらけなんですよ。殺意高めじゃないですか機械族モンスターって。そのターンにライフを削り切ってしまえば、あんまりそのデメリットと関係ないんですよね。まずね、そもそも効果があまりにも納金すぎまして、そのコンセントレイトっていうあのカードあるじゃないですか、デュエルリンクスにもすでに実装されていて、これはなんかリミット2にね今指定されてるんですよ。なんかデュエルをね一瞬で終わらせてしまうかららしいんですよね、リーフは。デュエルを一瞬で終わらせてしまうからリミット2に指定されてるんですって。なんで、このカードはもう明らかにコンセントレイト集がするでしょ、このリミッター解除っていうカード。だから絶対に実装してはいけないと思います、これは。はい、クソゲーっていうコメントがめちゃくちゃ連発されそうなんで。ちなみに現在のデュエルリンクスでこのカードを使うことができそうなあのデッキはいくつかありまして、例えばサイバー竜とかね、まあ僕個人的には OCG でもねリミッター解除入れてますし、あのサイバー竜にはね、とかあと、あれ古代の機械とか、あのアンティークギアとかはもうなんかアルティメットあのゴーレムがなんか打点8000とかになって攻撃してくるんですよ。コンセントレートなくてもあのリミットかかってないから今のところはね。リミッター解除はだからこれ8000貫通ってやばくないですか。やってることやばいですよね。だからそういう意味でやっぱサイバルとかそのアンティークとかがあるので、このカードとか来たらマジでやべえこと起きんなと、思ってます。まあ、コンセントレートよりかは機械族限定な分ね、あのその他のデッキで悪さしにくいなっていうのはありますけど、まあ、明らかにライフ4000で実装していいカードではないので、こいつは多分ですね無限に来ないかなというふうに思っております。はい、以上です。ということで第3位はリミッター解除でございました。続きまして、実装してはいけないカード、実装してほしくないカード第2位、魔法族の里。このカードはですね、まあ、どういうカードかっていうと、自分のフィールドにのみ魔法使い族がいる場合は相手は魔法カードを一切発動できなくなるよっていうカードです。ちなみにデメリットとしては、自分も自分のフィールドに魔法使い族がいないと魔法カードを使用できないよっていう、まあ、そういう、効果があるんですけども、このカードですね異常に相手への制圧力が高くて、まあ、デッキによっては多分ですねこれ1枚貼れば済ませることができるレベルのカードなんですよ。OCG ではね、まあ、ウィッチクラフトとかオルターガイストとか、まあ魔法使い族主体のね、デッキであればよく投入されているんですけれども、まあ、デュエルリンクスで魔法使いといえば何ですか。そうですね、ブラックマジシャン、まあ、ウィッチクラフト、この辺り、この辺りにその魔法族の里を貼られたらもうなんか理不尽オブ理不尽じゃないですか。あのどんなデッキも勝ち目なくなりますよね。その先行で陣ナビの布陣整えて魔法族の里張るみたいな、もうマジでやばいんですよ。先行陣並み里みたいな、あれまあちょっとあの OCG の方でもその場面作ったら勝ちまでありますから、ワンチャン。まあ強いんですよね。でリンクスって魔法罠の除去を基本的にそのコズミックサイクロンが担ってるところあると思うんですよ。なんですけど、そのコズミックサイクロン自体をあの打てなくさせることができるんですよ。まあだからイメージ的には昔流行ったそのサイマジ入りのブラマジみたいな感じですね。陣ナビ構えてサイマジ立てられたらもうなんかやりようないみたいな感じじゃないですか。あれと同じです、やってることは。あれね、あの盤面ね先行であの作られて、俺今んところ勝てた記憶はないね、先行であの盤面は。どうですか、地獄でしょ。そんなゲーム誰もやんなくなりますよね。というわけで第2位は魔法族の里でございました。さあ栄えある第1位に
輝いたのはこちらのカード、魔衝動。こちらはね、比較的新しいカードなんですが、あまりにもヤバすぎる性能でございまして、登場して OCG の方でもですよ、登場して半年後には純制限に指定されています。リンクスでいうところのカイトロイド先輩みたいなイメージですかね、規制の速度が。まあ、カイトロイド先輩はね、規制まで1ヶ月っていうね、大記録持ってますんで、まあ、この記録を超えることはね、OCG でさえも、まあ、絶対無理でしょう。おそらくね。まあ、カイトロイド先輩が一番強いと、いうことなんですが、まあ、その、魔衝動の話に戻りますけど、魔衝動ね、効果かなりロック性能が高くて、いわゆるね、外役カードの分類だと思います。はい。まあ、私の得意分野ですね。某、迷惑実況者 R 氏の得意分野。相手のフィールドのモンスターの数が自分よりも多い場合、相手はモンスターの効果を発動できずに攻撃宣言をすることができなくなるよっていう効果ですね。だから、まあ、効果が発動を、まあ、無効化っていうか、まあ、効果発動もさせずに攻撃もできないよっていう、まあ、そのロックかけるってことですね、盤面にね。これが本当にね、クソゲーなんですよ。デメリットとしては、自分のモンスターの数が多くなると、逆に自分のモンスターの効果の発動できなかったりとか、攻撃できなかったりとか、お互いのエンドフェーズごとにね、自分と相手のモンスターの数を比べて、で同じであれば魔衝動破壊されちゃうよっていう、まあそういう効果を持っているんですが、デメリットとしてはね。このカードのね、やばい点はね、自分のモンスターの数がゼロの状態。で、相手がモンスターを1体でも場に出している状態の時にこのカードを発動すると、相手マジで何もできなくなるんですよ。マジで何もできなくなる。要はその自分のモンスターが0体なので、相手って1体出しちゃったら、そのモンスターって1体出したらさ、0にするの難しいじゃん。難しいんですよ。1体を0にするの難しいんですよ。まあ2体を1体にするとかは簡単なんですけど、1体を0体にするって結構難しくて、だから自分何のモンスター出さずに魔衝動を張ることができれば、相手のモンスターが出てる状態でね、そしたらもうね、マジでロックかかるんですよ。これほんと迷惑。キング松坂が言っていた、それ迷惑じゃないって。こと OCG に関してはモンスター効果を駆使して戦うデッキが非常に多いので、モンスター効果依存デッキには魔衝動をほんと張っちゃうと思うんで、何もできないんですよ。相手めっちゃ強いですよ、このカード。例えばね、僕がね、個人的にこのカードを採用してるデッキはね、ウィジャバンデッキ。ウィジャバンデッキって効果の性質上、どうしても勝つまでにはターン数かかるんですよ。すごいターン数かかるんで、だからそのターン数分、そのロックかけないといけないんですけど、この、そのターン数を稼ぐカードとしてこのカードを使うってことですね。 OCG ではね、このカードが本当ヤバすぎて、その魔衝動じゃなくて、そのメタバースっていう相手ターンにフィールド魔法を発動するっていうトラップがあるんですけど、あのカードが確かね、制限カードになりましたね、当時。そっちじゃねえみたいなところなんですよ。まあよく制限で、遊戯王の制限でよくコナミがやる戦法、本来の原因であるカードじゃなくて、悪さしてるカードじゃなくて、なんかちょっと違う、そのカードを発動するためのカードとか、コンボパーツに使われるカードをリミットかけちゃうっていうね。はい。まあこれ、いわゆるまあ、とばっちりっていうやつですね。とばっちり。はい。一応ね、デュエルリンクスはね、コズミックサイクロンとか、まあ、ドッキリ部隊とか、その、モンスターの効果を使わなくても、カードを除去するカードがそこそこ、まあ、流行ってるっちゃ流行ってるんで、まあ、このカード1枚でね、積むことは、まあ、ないかなとは思いますが、それでも相当遅延行為が可能だと思うんですよ。外役実況者がドヤ顔でその魔衝動デッキ連発するの誰も見たくないでしょ。あ、見たいですか？あ、見たい。あ、それは話変わってくるな。ということで、以上、個人的意見ご利用してすいませんでした。私は個人的に思う実装してほしくないカード第3位まではそんな感じになってます。ぜひね、皆さんもどう思ったかご意見頂戴できればと思います。また、こういったシリーズね、おいおいご紹介していきたいなと思いますので、チャンネル登録およびグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。